はい、ご主人のお二人と同じ事務所の後輩社員のジョンソンさんの訃報が入ってまいりました、うん、はい、すごく今も複雑な心境で信じられないんですけど、もうこの番組が終わったらちょっと見送りに行ってこようと思います、はい、そうですね、あの弟のような存在で、あの才能のあふれるというアーティストだったんですけど、はい、言葉にするのがちょっと難しいですね、うん、まだちょっと状況がわからないということだよね、はい、生放送ということでね、今日本当に歌ってもらいますけどね、はい、まずはですね、